じゃあそれでは今日の授業を始めたいと思います。前回は多変数関数 その極限の話までやりました。で、今日はその続きとしまして、その多変数関数の連続性、連続関数の話をしまして、でそこからその多変数関数 の変微分の話に進んでいきたいと思います。じゃあ最初にまず連続関数の話から入りましょう。教科書ですと129ページの真ん中の定義 4.1 というところから入ります。いきなり連続関数の定義ですね。で、連続関数の概念は1変数の微積分とほぼ同じで、それを多変数に拡張したものですので、一応1変数の時、関数の時 その連続性を思い出してこう確認してもらえればと思います。まず、ここではそのユークリッド空間 RN の世界を考えますけれども、その中に部分集合 D というのを考えまして、でその D から実数へ その N 変数の関数を考えます。でこの時にその連続であるという概念は2種類まずあることに気をつけてください。まずそのこの D のある点において連続であるという定義をします。ちなみに僕も板書してて思ったんですが、僕の字もちょっと連続的な字でして、言い方を変えるとあまりカクカクっとちゃんと漢字を書いてないというので、ちょっと皆さんには見づらくて申し訳ないかなと思いますが、僕の字があまりにも連続性に富んでいて読みづらいときはぜひ指摘してください。で、この DF が D の点 A について連続であるの定義は、この P っていうのはその D 内の点ですね。あともう一つ断り書き忘れてましたけども、この点 A というのは D の集積点とします。で、この定義はその F の P をその P をだんだん A に近づけていった時の A の P がこう F の A ですね、 A における F の値に等しいというのがこの点 A における連続性の定義です。で実はこの等式はですね、2つのことを言っている主張していることに注意してください。と1つ目はこの極限値の式ですね。でこれを言ってる段階で、この FP、 この F という関数は、P を
A に近づけていった時の極限値が存在するということを言っています。で、極限値が存在すると言っていて、しかもそれが A における F の値に等しいと。ということに注意してください。多分演習問題ではですね、連続関数の演習問題では、その与えられた関数がある与えられた点で連続かどうかを判定しなさいという問題が頻繁に出されます。で、その際にどういうことを答えればいいかというと、こういうことを答えればいいってことを注意してください。と、まあ、例えば今 A ですね。だから P が A に近づいていった時の FP の極限値が存在して、それが A における F の値に等しいということを示すというのが、まあ、その演習問題に対する答え方の定石です。ここまでいいですか？で、これが一つ目の連続性で、ある点での連続性ですね。で、次に挙げる連続性は、この今与えられた、N 次元ユークリッド空間の部分集合 D における連続性です。で、F が D において連続とはどういう時を言うかというと、これはその F が D のすべての点において連続であることを言います。以上がここで述べる多変数関数の連続性です。まあ、大体一変数関数の時とほぼ同じことを定めていますので確認しておいてください。ここまでいいでしょうか。で、まあ、数学ではこのようにその新たな概念の定義が登場しますと、まあ、大体それにくっついてですね、じゃあこの概念っていうのはどういう性質を持つかということをまあ、調べる、もしくはその述べる、もしくは学ぶということをします。ですので、ここからそのいくつか定理が出てきますけれども、そこではまず連続関数の基本的な性質について確認していきたいと思います。まず最初に挙げるのは、教科書129ページの定義 4.1 のすぐ下にあります定理 4.3 を挙げておきます。連続関数の性質、丸1と書きましたのは、この後でもう一つ別な定理が出てきまして、まあ、そこが連続関数の性質、丸2と位置づけられるものですので、一応丸1と書きました。で、一応この定理では、先ほどと同じような問題設定をします。と D を、まあ、ユークリッド空間 RN の部分集合としまして、それから F と G という2つの関数を考えます。で、F と G は共にその D のある点 A において連続であるとします。
で、あともう一つ設定がありまして、この定理の中で C と D というものが出てきました。これ二つとも C と D は実数とします。で、以上の状況で、次の性質が成り立つというのをこれから述べます。これもよく見たことあるようなものかもしれませんけれども、一応箇条書きでいきますね。まず最初に、CF プラス DG という関数を考えます。で、これは、どういう関数かというと、大体想像つくと思いますけれども、FP の C 倍と、GP の D 倍ですね。その和として表される関数です。で、1番目の性質は、この関数も A において連続であるというものです。ですので言っていることは、A において連続な関数を2個持ってきて、それをこう加えたものも連続だし、あとは実数倍したものも連続だということを言っています。多分1変数の関数の時にも同じような性質がありましたから、非常に当たり前のような性質ですね。で、2番目はこれ FG という関数を考えるんですが、これはどのようにして定義されていたかというと、これも皆さん多分多くの人は想像つくと思いますけれども、FP と GP の積ですね。この関数、これも点 A において連続となります。で、足し算と掛け算が出てきたら、多分皆さんは次に来るのは割り算だろうとこう推測すると思いますが、実際に教科書を見た人も分かると思いますが、その通りですね。ただし、この割り算を考える場合には、その割り算の分母の部分がこうゼロにならないという仮定が必要ですので、それを一応ちょっと書いておきます。まず、A のある近傍を取ります。近傍の定義は以前やりましたので、もう一度各自で思い出してください。この近傍を U と置きましたけれども、この U は今考えている D の内部、中に入っている部分集合ですね。で、一応仮定としては、この A のある近傍 U の各点で、この U の各点で、この G、関数 G が0にならないということを仮定します。そうしないと、その分母が0になってしまって、意味がなくなってしまいますので、そういう状況が成り立つ仮定の成り立つもとで、この G 分の F ですね。で、これもどのように定義したかというと、GP 分の FP として定義されるものです。
で、これも、A において連続であるというのが、まあ、3番目の主張です。まず以上がこの連続関数の性質の最初の部分ですね。ここまでいいでしょうか。でそれでは次に、例題としてその連続性の判定というのが出てくるという話をしましたので、それについてもう少し詳しく説明します。ここではその与えられた F という関数がある点 A においてその連続かどうかっていうのを判定する際に、いくつかこう答え方のパターンというパターン、パターンとでも言いますか、そういうのがありますので、ちょっとそれについて触れておきます。で、具体的な問題は演習の先生の方にいろいろ出してもらうようお願いしますので、皆さんそちらの演習の方で具体的な問題の解き方に取り組んでください。で、連続性の判定をする場合にはその F がある点 A で連続であるか否かということをこう結論づける、こう言う必要があるわけですね。そうすると、そのために必要な手段というのはいくつかあります。で、まず最初にその F が A で連続でない場合に、その連続でないという場合を示すにはどういうことを示せばいいかということなんですけれども、これは先ほどのその連続性の関数の連続の定義のところで説明しましたが、この一つは F がですね、 A に点 A においてその極限値が存在しない場合にはその連続でないという結論付けることができます。この極限値が存在しないということの示し方は、以前、この前の方の前の回、あるいは前の回ですかね、の授業でやりましたし、この講義でもやりましたし、演習の方でもやっていると思いますけれども、この極限値が存在しないということを示されると、F は A で連続でないということが結論付けられます。ですので、与えられた関数を見て、これは連続でなさそうだなと思った場合には、この極限値がまず存在しないということを示せればいいわけです。十分なわけです。ここまでいいですか。じゃあ、次にですね、極限値が存在する場合ですね、を考えましょう。
あるその F がですね P に A においてその極限値 α を持つという場合ですね。でこの場合はどういうことを示せばいいかというと、先ほどの連続関数の定義をもう一度振り返って考えてみますと、この極限値 α がその F の A における値に等しくなることを示せばいいわけです。すなわち、もう一回言うと、その、A における F の値ですね。A における F の値と、それから極限値が一致することを何らかの方法で確かめます。これによって、その、この F は点 A において連続であるということを示すことができます。で、一応じゃあ、この2番の場合のですね、示し方をちょっと一つ例題を取り上げてやってみましょう。この fxi というのを定義しますけれども。x と y が0、0以外の点では、その 2x2 乗プラス y2 乗分の x4 乗マイナス 3x2 乗 y2 乗という関数とします。一方で、原点における値は0と定義します。で、この fxy をですね、その原点0、0で連続かどうかということを確かめます。で、そこでまずやることは、その、この fxy がですね、その、まあ、0、0じゃない点で、その原点に近づけていったときの、この f の極限値が存在するかどうかということを調べます。そうすると、でまあ、この極限値の存在の調べ方は以前授業でこの講義でも説明したりあるいは演習の授業でも皆さんやったかと思いますが、まあ、いくつかの方法があるわけですね。で、まあ、ここではその極座標表示でちょっと極限値を求めることを考えます。極座標表示は皆さんご存知の通り、x を r コサインシータと表して、y イコール r サインシータと置いて、
で、この x と y に関する関数をこう r と θ に関して表すってことですね。そうしますと、その x と y を、点 xy をこう00に近づけるときっていうのは、その近づけ方がいろいろこうあるっていう話を以前の授業でしましたけれども、これを極座標示で表すと非常に便利な点は、そのどんな近づけ方をしたとしても、これを全部、r が0に近づくということを概念にして表すことができるわけですね。xy の点座標ですと、こういろんな上にこう近づき方を考えなきゃいけないんですが、それはすべてこの r が0に近づくという言葉で表すことができます。ですので、極座標示でこの関数を表すことで、その、xy の点が原点に近づいたときの極限の存在の有無は、この r が0に近づいたときに極限が存在するかどうかにという問題を解けばいいことになります。で、この関数ですね、実際にこの r を0に近づけるんですけれども、まずこの関数の絶対値をですね、考えるんですが、その極座標示で表す前に、まあ、少しこの関数の絶対値を評価する式を考えて、で極座標示に直したときにその評価がしやすいようにします。でそこで、どういうことを考えるかっていうのは、そのこれ各問題によっていろいろノウハウが異なってきますけれども、まあ、極座標示にしたときによく言えることっていうのは、その x2 乗プラス y2 乗がこの場合、r2 乗になるわけですね、極座標示に直すと。そうすると、なるべくこの x2 乗プラス y2 乗という形を何らかの形で出すと。でそれでこう、それ r2 乗の形が出るようにして、でうまく式を変形するという手があります。でこの式を見てみますと、例えば分母ですね。分母が 2x2 乗プラス y2 乗になってるんですが、これが例えば x2 乗プラス y2 乗だと、まあ非常に都合がいいわけですね。極座標示に直すときに。そこでどうするかっていうと、この2が邪魔だなっていうんですけれども、じゃこれをどうやって評価するかっていうと、まずちょっと答えから示すと、分子は同じで、分母の2を1にしてしまいます。x の2乗の係数の。で、そうしますと、2x2 乗と x2 乗を比べれば、x2 乗の方が小さいわけですよね。しかも、今、x2 乗ですので、x にどんな数が入っても、これは正なわけです。で、正でしかも、分母がちょっと小さくなったということは、全体がちょっと大きくなった。ということで、こういう不等式で評価することができます。で、これで少し、分子の形を変えることができたと。で、じゃあ次にどういうことをやるかっていうんですけれども、あとは次はこの分子の方を見るわけですね。で、分子の方を見ると、まあちょっとそんなに綺麗な形ではないんですが、とりあえず、この x4 乗っていう項と、3x2 乗 y2 乗っていう項を、まあ分けて考えた方が、何かと都合が良さそうだと、こう判断するわけです。まあ、ここではとりあえず、皆さんピンとこない人も判断したことにしましょう。でそれで、これを分けるためにどうするかっていうと、今度は以前この講義の1回目ぐらいでもやったその三角不等式っていうのを使います。でこの、分子をですね、今度分けます。分けますと、一つは x4 乗ですね。こういう形で分けて、しかも上からこう不等式で押さえることができます。三角不等式を使ったというのも、もう一回注意しておいてください。で、ここまで来たところで、まあ、おもむろに、今度極座標示にこの
関数を直しています。一応この各項に対応した極座標表示を書きますと、分母はうまい具合に R2 乗になるわけですね。で、X4 乗は R4 乗、コサイン4乗シータ。それから、もう一つの項なんですが、分母は R2 乗で、分子は 3R4 乗かけるコサイン2乗シータ、サイン2乗シータと。なります。で、まあ、ここまで来てですね、こう、じゃあ次どうするんだって話なんですけれども、ここで、その三角関数に関する性質を一つ思い出すと、そのコサインシータもサインシータも、その絶対値というのは、絶対値は1以下なんですね。1で抑えられると。だから、ここのそれぞれのこの部分を、こう1で押さえた不等式で上から押さえることができます。じゃあ実際にこう押さえてみますね。まあコサイン4乗シータも1で1以下ですから、この最初の項というのは、あと、ここですね。ここを約分して、まあ、最初の項はこの R2 乗で抑えることができると。で、次の項も、このコサインシータ、サインシータは全部絶対値が1以下ですので、ここを1に置き換えた式で上から抑えることができます。それと、この R についても、約分しますと、こっちは 3R2 乗ですか。で、足して、加えて、4R2 乗。ということで、この関数の絶対値っていうのは、極座標表示で表したときの、その、原点からの距離 R に対して、4R2 乗という値で上から押さえることができるんですね。で、これで R を0に近づけていったら、4R2 乗はどの値に近づきますかっていうと、まあ、皆さん、当たり前だと思いますが、0に近づくわけですね。ここまでいいでしょうか。で、これで一体何が言えたかっていうと、この fxy ですね、fxy っていうのは、その xy を原点に近づけていった時の、極限値が0だっていうことが言えました。まず、極限値が存在することが言えた。じゃあ次に、じゃあ00、原点における f の値と比べたらどうですかっていうと、実は原点では0っていうふうにこの関数定義してますから、これですね、0が F の00だと。いうことで、その連続関数の定義に照らし合わせると、この FXI というのは、その XI を原点に近づけていった時の極限値が存在して、その値は0で、でその値っていうのは、しかも、この FXI の原点における F の値に等しいということから、この FXI は原点において連続であると結論付けられます。というような答え方をします。で、まあ、これが関数のある点における連続性を示す際の、まあ、一つのやり方ですが、まあ、他にも、まあ、いろいろな問題に応じた解き方があると思いますので、まあ、詳しくは、その各自演習問題、もしくは演習の授業で取り組んでください。ここまでいいでしょうか。で、それからあと連続関数の最後のところで、連続関数のもう一つの性質について説明します。
教科書ですと130ページですね。130ページの真ん中のあたりに定理 4.4 という定理がありまして、それでいくつかこう性質が載っていますけれども、今回はその中で特にその、まあ、今後いろんなところで顔を出すと思われる一つの性質を挙げておきます。これはこれから説明する性質はそのまあ関数 f がその最大値最小値を持つという性質でして、でこれはどんな場合にも成り立つというわけではなくって、そのまあ今考えている集合がある性質を満たすときに成り立ちます。N 次元ユークリッド空間 Rn ですね。Rn の部分集合 D がですね、ここではその有解な閉集合とします。まあ、有解の概念、それから閉集合の概念、これ以前の授業でやっていますので、各自思い出してください。まあ、1変数で言うと、まあ、有解な閉空間と思えばですね、それに対応するものと思えばです。で、この F はこの集合、有解閉集合 D 上で連続な関数とします。で、この時、まあ、次の性質が成り立つということで、その、まあ、教科書では3つ性質が述べられていますけれども、ここではその最初のものについてのみ触れておきます。その性質とは、その F は最大値と最小値を持つというものです。正確に言うと、この D ですね、この D において最大値と最小値を持ちます。で、まあ、こういう性質っていうのは、その、まあ、当たり前そうにも見えるんですけれども、あ、ちょか、一応その前に、この数式でもう一応書いておきましょう。ある A と B、D の点ですね、D の点 A と B が存在して、任意の D の点 P に対して この FP は FA 以上 FB 以下であると。
というのがこの日本語の文章の数式による表現なんですが、この意味ちょっとピンとこないなという人どのぐらいいますか。はい、いいですよ、遠慮しなくていいです。はい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 、なるほど。じゃあ一応ちょっとその このですね、数式による記述の仕方をこう振り返ってみますと、まあ、なんか D という誘拐閉集合があるとしましょう。そこで、まあ、F という関数が定義されています。で、その時に、その、まあ、A と B っていうこの D の点が存在するって言っているのは、まあ、例えば A と B がこのところに存在しますよと。で、実はこの A と B っていうのは何でもいい点ではなくって、今この、これを説明のために選んだ点なんですね。で、どういう点かっていうと、この F、関数 F っていうのは、この A で最小値を取りますと。それから B で最大値を取りますと。まあ、そういう点を選んできましたっていう意味ですね。で、2の D の点 P に対してっていうのは、じゃこの D の中からですね、こう P を取ってくるわけですね。で、この P っていうのは2の点だから、こうどこでもいいわけです。で、どこの点を取ったとしても、この P における F の値というのは、この FA 以上で FB 以下であると。そういう、この条件を満たす点 A と B が必ず存在しますということを、この式では言っているわけです。というのが、まあ少し、こう、詳しめに説明してみましたけれども、まあもし、ちょっとこれでまだピンとこないっていう人がいましたら、また、この後の休憩時間にでも、質問に来てください。で、まあ、この性質はですね、その、まあ、非常に当たり前じゃないかと思う人もいるかもしれませんけれども、割と大事な性質で、でこれから先ですね、こう変微分をやってテイラー展開などをやって、その、まあ、その我々がその多元数関数のこう微分ですとか積分をこういろいろ実用的に使っているためのいろんな道具を作っていくわけですが、そこでしばしばこの性質は使われます。ですので割と重要な定義です。それからその例えばいろいろな現実世界の問題を解く上でも、その最大値を求めたり最小値を求めたりっていうのは結構よくやられます。でその際に問題になるのは、その数学的にその最大値が存在するかとか最小値が存在するかっていうことを一応裏付けを取っておく必要がある場合もあるわけですね。でそういう際にもこういう性質が重要になる場合があります。ですので、まあ、今はそんなもんかぐらいで思っていてもう構いませんけれども、まあ、将来これからですね、先の方を勉強してこういった性質が出てきた時にちょっと思い出してください。ここまで何か質問などありますでしょうか。で一応ここまでで連続関数が終わりまして、で、まあ、次がそのセクション 4.2 の変微分と全微分に入るんですが、まあ、ちょうど時間もキリがよくもうすぐチャイムが鳴ると思いますので、一応前半はこのぐらいにして、じゃあまた後半変微分の方から入っていきたいと思います。